今をかける、その先に僕たちの未来がある。Go Next。楽しい瞬間はいろんな街に訪れた時ですね。日本各地、北海道から沖縄で本当にたくさんいろんな植物が生えているので、それを見つけるっていうような旅をしてますね。冒険をずっとしてるような、そんなワクワク感はずっとありますね。よもぎは体を温める、杉縄デトックスがあるみたいな感じで、それぞれ個性があるので、自分に合う薬草って何だろうとか、私は必要なのかなみたいなこともあったりするので、自分の体と向き合うような時間になればすごくいいなと思ってます。そんな慈しみの時間を作りたいってずっと思ってますね。駆け抜ける道の先に思い描く未来とは、私のゴールは特に商品を作って売るっていうわけではなくって、もっと薬草文化が皆さんの暮らしの真ん中に戻ってくるみたいなのが一番理想だったりするので、こんなに知られてなかったけれども美味しいもの、面白いものがあるんだっていうことをまず皆さんにも知っていただけたら嬉しいし、周りを見る、自然を見る目が変わってくる、それぞれが楽しみ始めるみたいな状況が作れたらいいなと思ってます。まだまだ味わってない植物もありますし、加工法もありますし、発酵を変えたらどうなるかとか、挑戦は無限にできますね。その思いが僕たちの未来を作る。